今今、さゆきは、日本の陶芸家。君党は、文化勲章。公益社団法人日展名誉顧問。日本芸術院会員、文化功労者。京都府美術工芸家協会理事。社団法人日展上無理事。財団法人京都文化財団理事などを歴任した。大阪府大阪市出身の陶芸家である。コケ泥彩りと呼ばれる、独特の技法を生み出し現代陶芸会に、 独自の領域を開拓。花や魚の模様を増眼する技法の第一人者として知られ海外でも高い評価を受けている。国際陶芸アカデミー会員、京都文化財団理事などを務める。1943年、七の郷里広島県加茂郡竹原町に移り住む。広島県立竹原工業学校を卒業後、岡山県備前市に赴き備前焼の修行を始める。 1952年、京都に移り、初代カツオ西流道の門に入りくすべや市に指示。1953年、発足した青東海創立メンバーとなる。同年、第9回日展に初入選。1959年、第2回新日展。1963年、第6回新日展にて特選。北斗賞を受賞。1六十五年、異例の早さで、 日展審査員を務める。1976年に評議員、1998年に理事に就任し、以降、日展重チ作家としての地位を築く。1993年、京都府文化功労賞を受賞するとともに、根樹法賞を受賞した。1995年、毎日芸術賞。1998年、赤洋装花に出、 日本芸術院賞を受賞した。2003年、日本芸術院会員に選出される。また、日展の常務理事となった。2008年、京都府文化賞特別功労賞を受賞。2009年、朝日中受賞を受賞した。その他、国際陶芸アカデミー会員、京都文化財団理事などを務めた。2011年、文化功労者に選ばれ検証された。2018年、 文化勲章を受賞した、今井正幸金作展国立国際美術館2018年7月19日、閲覧。今井正幸金作展1994年度、過去の展覧会務を、国立国際美術館、官報第373号、令和2年11月13日。ありがとうございます。